父親が数学者になりたかったらしいんですけど、祖父がその法学部に行けと言って、まあ、法学部に行ったらしいんですよ。未練があったんですかね、親父は。小学校の頃とか、その他の科目の成績がいくら悪くても怒られたりしないんですけど、数学の成績が悪いと怒られる、算数の成績が。なんかその測られたように、だから算数ばっかり勉強してたら数学が好きになって、それでまあ今もこういう風になってしまったということなんですけど、大学入った時もなんとなく数学やりたいと思ってたんです、思ってたんですけど、でもその時はそのなんかすごい純粋数学やりたいって決めてたわけじゃなくて、高校の頃にオペレーションズリサーチとか言うんですか、そういうなんか本を読んで、まあ、結構そういう応用数学っぽい話も面白いなと思っていて、大学2年生ぐらいの時までその係数工学科に行くか数学科に進むか迷ってたんですけども、もともとここにいた薩摩純吉先生と相談に行ったんですよ。そしたらとりあえずその数学科で3年生をやってごらんと、でその数学科の3年生やって無事乗り切れたなら、まあ、それで数学科進んでその数理科研究科に行けばいいんじゃないかというようなことをおっしゃってくださって、2年生の段階とか応用数学もちょっと興味があったんですけど、そんで数学科進んでいるうちにもうなんかすっかりそういうことを忘れて純粋数学ばっかりやるようになって、なんか今に至ってるんですけど、私は代数幾何学と呼ばれる学問を研究しています。代数幾何学は代数対応体と呼ばれる図形を研究する学問です。で、代数対応体というのは何かと言いますと、それは多項式の0点集合として定義される図形のことです。私は特に代数対応体の特異点に興味を持っています。特異点というのは代数対応体の尖ったりねじれたりしている点のことです。代数対応体の傷と言ってもいいかもしれません。例えばこの図形ですけども、この図形では特異点はありません。しかしこちらの図形、こちらの図形は x3 乗イコール y2 乗という多項式の0点集合なので代数対応体ですが、この図形は原点で特異点を持ちます。代数幾何学の究極的な目標の一つは代数対応体を分類することですが、そのためにはこのような特異点の解析が避けて通れません。私は特に表数 P の特異点に興味を持っています。古典的な代数幾何学は複素数の世界で図形を考えます。複素数の世界では皆さんご存知のように1を何回足しても0にはなりません。それに対し表数 P の世界では1を P 回足すと0になります。例えば表数2の世界では 1+1 は0です。この一見奇妙な世界でも代数対応体を考えることができます。この時自然な問いとして、複素数の世界で成り立つことがいつ表数 P の世界でも成り立つかという問題が考えられます。私はこのような問題に取り組んでいます。最近研究した具体的なテーマとしては、対数的端末特異点の性質を調べました。対数的端末特異点と呼ばれる重要な特異点のクラスがあるのですが、対数的端末特異点しか持たない3次元代数対応体の一般長平面切断は、再び対数的端末特異点しか持たないという事実が複素数の世界では30年以上前から知られていました。これは簡単に説明いたしますと、3次元の図形をスパッとカットすることを考えます。この時変な風にカットしなければ、カットした後の図形の特異点はカットする前の図形の特異点とほぼ同じであるという主張です。この当たり前のように聞こえる主張が表数 P の世界では最近まで分かっていませんでした。私は P が5より大きければこの主張が表数 P の世界に成り立つことを証明しました。その際にキーとなるのがフロベニウス斜像と呼ばれる斜像です。例えば複素数の世界では A たす B の2乗は A の2乗たす B の2乗たす 2AB になります。それに対し表数2の世界では A たす B の2乗は A の2乗たす B の2乗です。で、より一般に表数 P の世界では A たす B の P 乗は A の P 乗たす B の P 乗になります。このように表数 P の世界では P 乗するという操作が大変うまく振る舞います。このことを利用してフロベニウス斜像と呼ばれる斜像が定義されます。そしてこのフロベニウス斜像を駆使して対数的端末特異点の性質を調べました。私にとってはですけど、私にとってはやっぱ数学はその自由だってとこがすごい魅力的だと思います。最終的になんか論理的に説明できれば、そのプロセスではもうなんかすごくもう突拍子もないことを考えても何しても自由なわけです。幾
化の問題だから幾何を使わなきゃいけないとかいうことはないし、幾何の問題に代数でアプローチするとか、まあ、解析でアプローチするとか、そういうことがまあ頻繁に行われているわけです。そういうなんか自由なところが面白いと思うし、自由なところにこそ本当のなんていうのその真に新しいアイデアというのが生まれるんだと思います。あとは私思うのは、もう東大の数学科っていうのはそのすごくその、まあ、先生も偉い先生いらっしゃると思うんですけども、あの周り の, その同じ同級生もすごい優秀な人がたくさんいるわけです。あの数学って教科書読んだり論文読んだりだから全部一人でできると思うかもしれないですけども、やっぱりその議論することがすごい重要なんですよね。せっかく優秀な同級生が周りにいるんだから、周りの同級生たちと積極的に議論できる人がいいんじゃないかなと思います。どんなにね、あのインターネットとか発達してても、出来上がってればそのメールとかのやり取りでね、あの意見の交換とかできるかもしれないですけど、その漠然としたアイデアを形にするためにはもうその直接会ってやっぱ議論していかないと、数学者ももう議論することがすごい重要だと感じてるわけです。だから学生の皆さんもそのせっかく周りに優秀な人がいるんだから、その同級生たちと積極的に議論してほしいなと思います。